いいね、いっぱいいて。人大好き。人大好き。ねえ、よしよし。いい毛並みしてる。ねえ、ねえ、おいしい匂いする。ね、向こうの食べ物ばっかり気になってる。ねえ、やっぱ匂うんだよね。ありがとうございます。
触った感じはいいんだけど、すごい毛が抜けるんですよ。全然構わない。うちも血は分かってるので。あ、そうなんですか。毛が抜けるの全然。あ、すごいふわふわして気持ちよかった。やってるか。もうこんな話可愛くなったら今手だけ映ってますよ。ありがとうございます。何これ、お尻に来てるの。なんでお前なんか気に入った。ごめんね、多分そこ毛がついてる、毛がついてる、毛がつくんだよね。よかったじゃない、気に入られて。はい、行くよ。はい、どうもすみません。全部生き物に向かってあんまりこれくらいしかないからね。40キロ。ああ、40ぐらいあるんですよ。あ、こんにちは。あ、ありがとうございます。いつかお会いできるかなと思ってありがとうございます。この子ですね、いつも一緒にいらっしゃる。はい、おとなしい子だなと思って。はい、すいません。いえ、もう参考にさせてもらって何とかお見せできまた見させてもらう。こんにちは。すいません。いや、もうあの、ね、一番印象に残ってるのは桃花のパン屋さんでずっと食べてるだけなんですよ。シュールだよと思うんじゃない。あれ何これって言われて私のところに行ったことあるんですけど、ずっと食べてるだけで何も一言も発さない。面白いなと思って、うん、また楽しみにしてますから。ありがとうございます。焼きそば屋さんも行きましたし、 ありがとうございます。小山のあの500円のうどん屋さん、ありがとうございます。もう行きましたよまた目指してもらいます。はい、どうもすみません。ありがとうございます。コロッケさんも見たわけ。コロッケさん、でっかいワンちゃんだよ。触る触る触る、いいよ。触る大丈夫、怒んないうん、優しいよ。ね、またね。はい。
はいはいはい。はい、ありがとう。オスです。当たったね。
もありがとう。かわいい。それではピザを食べてみたいと思います。今日のピザはマルゲリータです。それではいただいてみたいと思います。みんなに宣伝しとくね。YouTube。YouTube。はい。次のイベントは11月11日ドドイツ。音楽とクラフトと食べ物。あ、ここうちなんだ。うちなんです。あ、俺一回行こうとして場所が見つからなかったとこだ。ガソリンスタンドの奥でやってるんですよ。あ、そうなんだ。じゃあ今度絶対行きます。はい、すいません。はい。ありがとうございます。あ、いたけど。あ、いた。おお、ごめん、ワンコをね。あの今お話しもらって。触っていいよ。いいですね。触っていいよ。でかい。大きい。まずね、触っていいですか？聞いちゃった。はい、どうもありがとうございます。Thank you.